こんにちは、気づき書店のヨナさんです。本日はできるリーダーはこれしかやらないをご紹介します。この本は大量の仕事に追われ毎日必死にこなしているのに自分が率いているチームは全然成長していない、もしかして自分はリーダーに向いていないのかなと悩んでいる方におすすめの一冊です。著者はリクルートグループで営業リーダーを務め、プレイヤー部門とマネージャー部門で年間全国トップ表彰を4回も受賞された経歴を持つ伊庭正康先生。現在は企業研修を提供する株式会社らしさラボを設立され、営業マンやリーダーのパフォーマンスを向上させる活動を行っています。とても輝かしいご経歴を持たれていますが、実は以前はリーダーになるのがとにかく嫌で、リーダーで営業リーダーになるまでリーダーになることから徹底的に逃げてきたそうです。なんと小学生時代には6人グループの班長からも逃げていたそうです。全国トップ表彰を4回も受賞された方がリーダーになるのが嫌だったなんてちょっと信じられないですよね。本書はリーダーなんて向いていないと思っていた伊庭先生がリーダーほど面白い経験はないと思えるようになった考え方やマネジメントの手法が余すところなく記されています。それでは本書のポイントを2つに絞ってご紹介します。1、頑張るポイントを変えてみる。最初にご紹介するのは頑張るポイントを変えてみようということです。もしかすると部下の話をしっかり聞きたいけど自分のことで手がいっぱいで部下と向き合う時間がなくてリーダーとして失格なのかなと感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。自分はリーダーなんだから全て完璧にこなさなくちゃと考えている人ほど自分の業務で手がいっぱいで部下との時間が取れないことで悩んでいると思います。ですがご安心ください。伊庭先生がおっしゃるには部下の話を聞く時間が持てないのは能力の問題ではなく、そもそもリーダーのやることが増えていることが問題なのだそうです。具体的なデータをご紹介します。上場企業の課長に関する実態調査によると約6割のリーダーが3年前と比べて業務量が増えていると回答しています。つまり自分の業務が忙しくてマネジメントがおろそかになっていると感じているリーダーも同じく6割に上るということです。部下と向き合う時間がなくてリーダーとして失格なのかなと悩んでいるリーダーはあなただけではないのです。実際に伊庭先生も研修講師という職業柄、研修の休憩時間に入った瞬間に PC を開きメール対応に追われている方や、研修中もメールが気になってスマホに手が伸びてしまう方を多く目にするそうです。忙しくなっている原因としては会社のリスクマネジメントや時代に合わせた組織体制の変更による提出物の多さや報告の頻度が挙げられます。つまり頑張るだけでは乗り越えられなくなってきているのが現状なのです。そうは言ってもリーダーとして結果を出すために部下の話をしっかり聞きたいですよね。でも部下の話を聞くと自分の時間がなくなってしまう。先ほどの調査ではなんと課長の 99.2% がプレイヤーとしての仕事も持っていて、しかも約半数はプレイヤー業務の割合が全体の業務のうちの半分以上だというのです。これは困りますよね。プレイヤーとしての業務に当てる時間はおそらく1日 4,5 時間程度になり、もし別のことに時間を取られてしまうと1日 2,3 時間しかプレイヤー業務ができなくなってしまいます。残業で対応するのもなかなか難しいですよね。伊庭先生は部下と話す時間が取れなくて当たり前ですよと結果を出すために一生懸命働いているリーダーたちに承認の言葉を投げかけてくれます。ここでリーダーを助けてくれるのが頑張るポイントを変えるという考え方です。つまりいかに早くやるかではなく、いかに任せていくかという考え方。例えば売上確認、これを誰かに任せられないでしょうか。例えば日々の進捗チェック、これも誰かに任せられないでしょうか。例えば新人教育も他の部署の人や、もしくはあなたの部下に任せられないでしょうか。急にこれからは任せましょうよと言われても、任された人は負担になるんじゃないのと感じたかもしれません。ですがご安心ください。伊庭先生がおっしゃるには、現場の部下が抱えている不安は、もっと信頼して任せてほしいという不安が実は多いのだそうです。部下や仲間をもっと頼ってもいいんですよということに気づかせてくれます。それじゃあ思い切って任せてみようかと思っても、それでも自分でやった方が早いしクオリティも高い、教えてる時間がもったいない、こんな考えが頭をよぎる方もいらっしゃるのではないでしょうか。伊庭先生は多かれ少なかれその業務に精通しているとこだわりが生まれてしまい、よほどの理由がないと人に任せられなくなるとおっしゃっています。
います。実は以前の岩先生ご自身も部下の仕事の細かい点が気になって仕方がなかったそうです。例えば企画書の色使いやフォントが気になったり、自分で作った方が早いと考えてしまったり、部下の商談に同行した際も大切なポイントが分かっているので部下の出番を奪って自分が商談を進めてしまうこともあったそうです。部下の役割を奪ってばかりいると部下の成長は遅くなりますよね。リクルートワークスの調査では特に最初の3年が肝心で、その時に上司が部下に厳しい仕事を任せなかったために4年目以降の成長を遅らせてしまっているという報告も出ているそうです。日本マクドナルドの CEO を務めた原田栄光さんも、まだ早いといい部下に仕事を任せない店長は害でしかないと言っています。岩先生は勇気を出してとりあえず任せてみることに決めたところ、会社を辞めたいと言っていた部下がみるみる成長し、5年後には組織の中心になり、今は自分で会社を立ち上げて軌道に乗せている人や、会社に残って幹部として活躍する人がいらっしゃるそうです。忙しすぎて部下との対話の時間が持てず、自分はリーダーに向いていないのかなと感じているリーダーは、いかに早くやるかではなく、いかに任せていくかを考えていきましょう。2、部下のやる気を高める任せ方。岩先生、いかに任せていくかが大事ということは分かりました。でもいきなり、これお願い任せたよと部下に伝えるだけではうまくいかないですよね。部下に任せるためには、一体どうしたらいいのと素朴な疑問が浮かんでくるかと思います。そこで岩先生は、部下に仕事を任せるために必要な心構えと具体的な任せ方を教えてくれます。まずは、部下に仕事を任せるための心構えから見ていきましょう。結論からお伝えすると、部下に仕事を任せるための心構えは、目先の結果ではなく部下の伸びしろに期待するです。どういうことなのか詳しくご説明します。例えば新しく入社してきた部下に仕事を任せた時、目先の結果だけに意識が向いていると、なかなか結果が出ない部下に対して、どうしてこんなこともできないんだとイライラしてしまうかもしれません。だからといって、先ほど申し上げたように、一度部下に任せた仕事を自分でやった方がクオリティも高くてスピードも速いと考えて部下の仕事を奪ってばかりいては、部下は永遠に成長しません。じゃあどうするのか。伊庭先生がおっしゃるには、リーダーは部下の育成を未来に対する投資と考えて、失敗を覚悟で部下に仕事を任せましょうというわけであります。実は伊庭先生は会社員だった頃、新規事業の責任者を務めていたそうです。しかし立ち上げはうまくいかず、最初の年は予想以上の赤字を出してしまいました。そんな中、副社長から話を聞きたいと言われてしまいました。伊庭先生が副社長にしっかり説明できないと、その事業が中止になってしまう危機的な状況が訪れます。そこで伊庭先生は直属の上司を頼り、なんとか副社長に説明してくれないかと相談を持ちかけます。上司と副社長で話をつけてくれたらすぐに決着がつくと考えていたそうです。しかし上司からは、一人で行ってこいと言われてしまいます。さあ困りました。まさに晴天の霹靂だったと言います。仕方なく一人で副社長の元を訪れ、必死で事情を説明した結果、事業は撤退ではなく、むしろ応援してもらえることになったそうです。伊庭先生はこの経験が甘えを断ち切ることになり、責任感を強めることになったとおっしゃっています。つまり一人で行ってこいと伊庭先生を突き放した上司は、伊庭先生が副社長への説明に失敗して事業が撤退してしまうリスクがありながらも、当時の伊庭先生の甘い考えを実際の経験を通じて改めさせたかったのではないかというわけです。まさに可愛い子には旅をさせよですよね。その経験から伊庭先生ご自身も、部下に克服すべき課題があるならあえて部下に経験させてみるということを学んだそうです。任せるための心構え、目先の結果ではなく部下の伸びしろに期待するをご紹介しました。いよいよ次は具体的な任せ方をご紹介していきます。ある程度経験を積んだ部下なら安心して仕事を任せられるかもしれません。しかし会社に入ったばかりの新入社員となると、何を任せようかと悩む方も多いのではないでしょうか。突然ですがこちらの数字をご覧ください。 47% と 40.1%、 これは何の数字でしょうか。実はこの数字、新人が上司に期待することの上位2つなのだそうです。第2位、一人一人に対して丁寧に指導すること 40.1%。第1位、相手の意見や考え方に耳を傾けること 47%。 伊庭先生はこの要素を取り入れて部下に仕事を任せようと教えてくれます。ポイントは5つ。1、
1. リスクの低いチームの仕事を積極的に任せる。 2. 5W1H の観点で具体的な進め方を伝える。 3. 伝えた後、不安な点、不明な点がないかを確認する。 4. 念のため本人にやることを復唱してもらう。 5. その後できたかどうかをお互いで確認し、良かった点を褒める。以上が部下に仕事を任せるためのポイント5つです。いかがでしょうか。もし自分が新入社員で右も左もわからない状態の時に上司がこんな風に寄り添ってくれたらたまらなく嬉しいですよね。大量の仕事に追われ必死にこなしているのに、自分が率いているチームは全然成長してない、もしかして自分はリーダーに向いていないのかなと悩んでいる方は、まずいかに早くやるかではなく、いかに任せていくかを考え、目先の結果ではなく部下の伸びしろを信じることから始めてみましょう。本日はできるリーダーはこれしかやらないをご紹介しました。気になった方はぜひ読んでみてください。気づき書店ではビジネスマンの皆様の生活を豊かにする最高の書籍を厳選してお届けしています。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。